ロベルト・クレメンテ、ロベルト・エンリケ・クレメンテ・ウォーカー、ラバート・エンリケ・クレメンテ・ウォーカー、1934年8月18日から1972年12月31日は、プエルトリコ出身のプロ野球選手、外野手、MLB におけるヒスパニック系選手の先駆け的存在であり、現在でもプエルトリコ出身の選手から目標とされていることが多い。 シーズンオフには、プエルトリコやラテンアメリカ諸国において、事前活動に関与しており、野球道具や食料を必要としている人々に提供していた。1972年12月31日、その年に起きた大地震の被災者への援助物資を提供するために、ニカラグアへ向かうチャーター便の飛行機に同乗し、その途上で、航空事故に巻き込まれ、亡くなった。 からまでの18シーズンを MLB のピッツバーグパイレーツ一筋で過ごした。1965年に誕生した息子、ロベルト・クレメンテ・ジュニア、ラバート・クレメンテ・ジュニアも野球選手となりフィラデルフィア・フィリーズやサンディエゴ・パドレスのマイナーでプレーしたが、故障が多く、メジャーには昇格できなかった。おいのエドガルド・クレメンテは1998年から2000年の3年間、 外野手としてメジャーでプレーした。1934年8月18日、プエルトリコカロリーナで生まれる。クレメンテの母親は二人の子供を連れて再婚。その後、五人の子供を産み、ロベルト・クレメンテはその末っ子である。家庭は非常に貧しく、父親は佐藤農園で働き、クレメンテも家計を支えるために幼い頃から仕事をしていた。 兄の出場する少年野球リーグ戦について言って、見よう見真似に野球を始める。少年時代からスポーツの才能は抜きんでており、高校時代には陸上競技、槍投げ、総高跳びなどで活躍。槍投げを得意としていたが、クレメンテ本人によると母親譲りだという、モンテ・アービンへの憧れもあり、最も力を入れていたものは野球だった。 高校を卒業したクレメンテには9以上の MLB 球団から入団交渉が来た。最初にニューヨークジャイアンツから入団交渉が来たが、ブルックリン・ドジャースは優れた選手をライバル球団に入団するのを防ぎたいこともあり、契約金1万ドルと年俸5000ドルをクレメンテに提示。2月19日、クレメンテはドジャースと契約した。1954年シーズンは、 ドジャース参加のでプレーする。選手としての能力は認められたが、ドジャースには当時、メジャー全体の黒人選手20人中5人と、割合として、非常に多くの黒人選手が在籍してたため、白人ファンの観客動員に影響を及ぼさないように、ドジャースはクレメンテを、マイナーで、プレーさせた。マイナーでは、出場機会を与えられず、友人に、自軍が、初回にごても入れると、 もう私はメンバーから外される。私は監督から好かれていないらしいと言っている。しかし、これは当時、契約金4000ドル以上の選手は、最初の2年間、メジャー25人ロースターに入っていないとた、球団からの引き取りに応じることができるという制度があったからである。ピッツバーグパイレーツスカウトは、投手補強のため、モントリオールロイヤルズの獲得を狙っていたが、 クレメンテを目の当たりにし、クレメンテ獲得を狙うようになった。1954年11月22日、クレメンテは、現在のルール5ドラフトにあたる制度で、パイレーツから指名を受け、移籍。4月17日にメジャーデビューを果たした。同年、124試合の出場で打率。255.5本塁が、47打点で、メジャー1年目を終え、チームは、 リーグ最下位だったが、1955年7月によると、パイレーツのファンは、クレメンテの守備と強権に惚れ込んだという。2>, 2は、リーグ3位となる打率。311を記録する。1957年から3年間は、持病である背中の痛みや、相手投手の研究もあり低迷。打率。314.16本塁が、94打点と、 自己ベストを更新し、オールスター初選出を果たした。チームは33年ぶりにリーグ優勝を果たし、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは4勝3敗35年ぶりの世界一となる。クレメンテは全7試合に出場し、チーム最多の9アンダーを記録した。打率351で初の首位打者となる、201アンダー32塁打。 23本塁打、100得点と自己記録も更新した。オールスターでは初の先発出場を果たし、オールスター初安打を記録。2は、自己最多の155試合に出場し、打率、339で2度目の首位打者を獲得。同年シーズン終了後にベラザバラと結婚。猛打率、329で3度目の首位打者を獲得した。2は、 開幕前に監督のから25本類が115打点を希望されていたが、クレメンテはそれを上回る、自己最高の29本類が119打点を記録。ナショナルリーグの MVP を27勝、防御率1.73、脱三三317の成績で、投球三冠となったサンディ・コーファックスと争うことになったが、投票の結果はクレメンテは218ポイントに、 対して、コーファックスは208ポイント、10ポイント差で、ナショナルリーグ MVP に選出された。自己最高の打率、357で4度目の首位打者を獲得。同年5月15日、クロスリーフィールドで行われた大レッツ戦でクレメンテは、5打数4の安打、3本塁打、12塁打を放ち、打点は、チームの全得点である7打点を記録した。守備では、 本塁打製の打球を候補する活躍を見せる。しかし、チームは7対8で敗れた。同試合は1968年版のパイレーツのメディアガイドで、クレメンテの最も輝かしい試合の一つと評された。また、このメディアガイドはクレメンテがパイレーツ史上最高の選手となったと評している。クレメンテの活躍をファンと共に祝うため、 パイレーツ球団によって1970年7月24日にロベルト・クレメンテナイト、ラバート・クレメンテナイトが催された。球団などから様々な記念品を贈られる予定だったが、クレメンテは記念品ではなくピッツバーグの小2会のためのお金を希望。それに賛同してお金は小2会に寄付された。同年8月22日から23日にかけて1901年。 以降のメジャーリーグでは初となる2試合で10安打を記録。チームは地区優勝を果たし、クレメンテは打率352を記録した。レッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは3連敗でシーズンを終えた。チームは11年ぶりにワールドシリーズへ進出。下馬評では対戦相手のボルチモアオリオールズが優勢だったが、4勝3敗でパイレーツがワールドチャンピオンとなった。 クレメンテは打率414を記録し、ワールドシリーズ MVP に選出された。第7戦では、ソロ本塁打を放ち、チームは2対1で勝利。クレメンテは、ワールドシリーズに出場した全14試合でアンダーを記録してり、当時の17試合連続アンダーに次ぐ連続アンダー記録だった。23000本アンダーに残り118アンダーでシーズンを迎える。 クレメンテの実力から達成は容易と思われたが、足首の故障で試合を欠場することもあったため、一時は絶望しされた。9月2日に2971アンダーを記録し、ホーナスワグナーの球団通算アンダー記録を更新。9月28日にベテランズスタジアムで行われたフィリーズ戦の2打席目で2999アンダーを放ち、 その次の打席では代打を送られた。翌日から閉幕までの5戦はすべて本拠地3、リバーススタジアムで行われた。9月29日のメッツ戦の最初の打席で、トム・シーバーから大きくバウンドする打球を放ち、二塁手はグラブの先でボールを弾いため、公式記録員はボスウェルの失策としたが、電光掲示板では H が表示されてしまったため、観客は騒然となった。 結局この試合は4打数例アンダに終わった。クレメンテは試合後にあれがヒットに判定されなくてよかった。私は文句のつけようのないヒットが欲しいんだと語った。9月30日のメッツ戦の2打席目にジョン・マトラックから2塁打を放ち3000本アンダを達成した。1972年12月23日、ニカラグアで地震が発生。その夜、 クレメンテの3000本安打達成を祝うパーティが催され、地震のことが話題となった。クレメンテを中心に救援が検討され、翌24日から救援活動が行われた。救援物資を募ったが、ニカラグアの軍隊の兵士がその物資を盗み、モルヒネを売りつけているという情報を知ったクレメンは、私がニカラグアへ飛べば盗難はなくなるだろう。 このロベルト・クレメンテから物を盗むことはないはずだと言い、ニカラグアへ行くことになる。チャーター量が安いため、ジェット機ではなくレシプロキリー C-7、機体記号 N500AE に最大積載量を上回る救援物資を積み、クレメンテ自身も乗り込んで12月31日の夜に離陸した。しかしその直後に、片方のエンジンの調子がおかしくなり、 フライトデータレコーダーによると操縦士が引き返すと言い,い、急旋回した直後にカリブ海へ墜落。クレメンテは死亡した。事故後、沿岸警備隊の捜索や、クレメンテの友人たちによる救助活動が行われたが、機体の一部を回収したのみで、クレメンテの遺体は発見されなかった。その死を痛み、1973年1月3日に、 アメリカ野球殿堂入りの選考で特別措置を取ることを発表。通常は引退後5年を経過しないと非投票資格を得られないが、クレメンテは、ル竜芸陸に次いで、史上2人目となる期間短縮の特別措置が取られた。3月20日、全米野球担当記者協会場による投票結果が発表され、 四百二十四票中三百九十三票が電動入りに賛成で電動入りが決定した。残りの三十一票の内訳は反対票は二十九票で棄権が二票。反対投票の六割は非投票資格を緩めることに反対するものであった。生前、クレメンテが事前活動に積極的に動き、自己死したのもその活動中だったことからメジャーリーグ機構では これまで事前活動を行ったメジャーリーガーに贈られるコミッショナー賞という名の功労賞をロベルト・クレメンテ賞と解賞。ロベルト・クレメンテ賞は MVP に匹敵する名誉ある賞となっている。MLB コミッショナーのボーイキュームは解賞後初の選考を前に、この賞は今から2年前にコミッショナーの名においてロサンゼルスで始められたものだった。 だが私はその名称を気に入ってはいなかった。ぴたりとその実を示すものではないからだ。ところで今ここに、私たちは望みを得る、最高の名称を得た。ロベルト・クレメンテ賞。今後これはそう呼ばれるものとなる。これは、野球の内と外とを問わず、たとえ人の目にはつかなくとも、深く世に尽くしているものに贈られると語っている。1973年開幕戦の4月6日を、 追悼試合として行われ、クレメンテがつけていた背番号21は、パイレーツの永久欠番に指定された。クレメンテの影響で、中南米系のメジャーリーガーには、背番号を21番をつけたがる選手が多く、憧れの対象となっている。2会場した PNC パークの右翼のフェンスの高さは、クレメンテの背番号にちなみ21フィート、約6.24メートルである。 1973年5月14日に議会名誉文勲章を授与され、2002年に当時のアメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュから大統領自由勲章が贈られた。10月26日に選出された。ピッツバーグパイレッツの本拠地 PNC パークで行われた2006年オールスターゲームではロベルト・クレメンテの コミッショナー特別表彰受賞セレモニーが行われ、遺族のクレメンテ夫人が表彰を受けた。2は、ピッツバーグに、クレメンテ博物館が開館した。ナショナルリーグで4度首位打者を獲得し、打率は年間上位10人の中に13度入った。生涯のヒット数は3000本である。悪級打ちで有名であり、佐山和夫もクレメンテをヨギベラと共に、 バッボールヒッターの代表格として取り上げている。右翼手としても、軍を抜いた強権で、その強権は、ライフルアームと称され、相手走者には、恐れられていた。一試合最多た補殺後会話なリリーグ咲い九1961年には、シーズン27補殺を記録し、メジャー生活18年で、通算267補殺を記録している。ペンシルベニアで投げたボールが、 ニューヨークまで届く、クレメンテの守るライトに打球が飛んだな。それが、観客席以外であったら、進塁を諦めろとも言われた。また、クレメンテのプレーを生で見たことのあるパンチよ、伊藤は、現代メジャーにおいて、強権と言われている選手たちの日ではなとも言っている。クレメンテは、外野手として、最多タイのゴールドグラブ賞を12回受賞している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。